ではですね、まず枕といたしまして、琵琶といいましたら平家物語、平家物語冒頭の祇園精舎の句をまず歌わせていただきます。これはお配りしたプリントにはございませんので、どうぞ福さんには記してございますので、どうぞ楽にお聴きをください。慎み敬って断宝したて祭る平家物語冒頭祇園精舎の句に示しての玉は踏ることなく川の流れのごとく変化変転するものなり無常感をよく悟る者おのずと心穏やかな情弱な境地を得たりけりと まず祇園精舎をお聴きいただきました。改めまして、ようお参りじゃない、お参りをお参りをくださいました、私は本日お役目をいただきました金森翔健と申します。パンフレットにもお配りをいただきましたけれども、私は滋賀県は近江八幡市の西岸寺というお寺の住職を務めております。ただね、現在の職場がですね、京都の嵯峨の嵐山にあります、釈迦堂というお寺でございまして、ここで一緒に勤めております
ボスことですね。お釈迦ではボスとは呼んでおりませんが、高市さんのご紹介でですね、本日参らせていただきました。それにしても思われたかもわかりません。若い住職やなぁと思われたかもわかりません。もう先に年を言うておきます。私はですね、今年先月1月で38歳になりました。昭和で言うたら50年のうさぎ年の生まれでございます。そうなんですよ、俺と。おそらく皆さんね、今日は今来てるということでね、ちょっと俺どんなおじいさん来はんのかな、どんな坊さん来はんのかな思ったら、こんな可愛らしい坊さん気をつけたらと思ったんですけども、最近ね、美坊主という言葉が流行ってるんです。美しい坊主と書いてる図鑑が出てるんです。美坊主図鑑っていうのが出てまして、出てるんです。で、私ね、その出演をね、依頼をされたんですけどね、お断りしました、職場とかで。ね、ですからね、皆さんにおっとりした装飾系の坊さんやな、装飾系の坊さんやなとよく言われるんですけれども、装飾系男子という言葉が流行っておりますけどもね、私の場合は草食いても草を食べる草食ではなくてですね、こちらの草食でございます。おー、ワンダフル、ワンダフル、ルパン死にますわー、ドレイン。おつかみはこの辺にしておきまして、ね、早速今日も時間が限られておりますんでですね、ビワを今から、私はビワ説教と呼んでおります。ビワ演奏はたくさん一般の方でもされますが、僧侶ですので琵琶と、まあ、スピーチと言いますね、ここで言ったら MC と言うんですかね、説教、説教の方に実は力を入れておりますので、ちょっとお話の方が長くなるかも分かりませんが、そういうつもりでゆったりとお聞きをいただければと思います。まあ、ところで皆さんはこれまで琵琶という楽器を生で聞いたことあるという方はどれぐらいいました？生で聞いたことないという方はどれぐらいしますか？ないすごい手を挙げていらっしゃらないけど、興味のない方に日本にはね、さまざまな和楽器がございます。お琴とか三味線とか尺八とかいろいろございますけれども、大きな特色を挙げるならば、琵琶という芸能はですね、この物語を語るという楽器でございまして、この楽器自体はこの琵琶のですね、物語の情景描写や登場人物の心の状態を音色で表現をするという楽器でございます。まあ、論より証拠でございますので、早速ですね、本編の一曲を語らせていただきますけれども、今日の演目はですね、平家物語の中から熊谷直実さんと平野敦盛さんのこの熊谷保身という場面を選曲させていただきます。プリントのですね、日踊り声という方と熊谷保身という方があるんですが、熊谷保身の方を見ていただけますでしょうか。ちょっとあらすじの説明から入らせていただきます。今回の物語はですね、800年前に起きた源氏と平家の武士の戦いの一コマでございます。題名に載っております熊谷保身の熊谷というのは、いわゆる源氏側の武将の熊谷直実のことであります。この方は源氏の武将であります源頼朝公よりね、こう言われました。総大将より、そなたはあっぱれ日本一、日本一の豪のものと言われた荒武将でございまして、まあ、この一ノ谷の合戦では、まあ、日踊り越えの逆落としなどですね、さまざまな源氏軍の快進撃で平家の方は総崩れとなりまして、海を渡って船で退却をしようとしておりました。日本一の豪の者熊谷直実はさらなる手柄を取るために須磨の海岸で敵を待ち伏せしておったわけでございます。するとそこへ敵方の武将ね、平家方の武将の平野敦盛という、この方は別名を無冠の太夫というんですが、無冠の太夫敦盛が一人お供を連れることなく船で逃げようとしておりました。まあ、逃げることを落ち延びるというんですがね。それを見た熊谷直実が扇を上げて大声で呼び止めまして、敦盛もこれに応じないと武門の恥であると、二人は一騎打ちの決戦をするわけであります。
かし日本一の豪の者、熊谷直実ですので、この敦盛は難なく落馬をさせて首を落とそうとします。そして兜をひょいと上げて顔を見ると、なんとその者はこの我が息子小次郎直家と同年齢ぐらいの若武者であることが分かったんです。プリントには敦盛のことをこう例えています。都市は二八の稚子桜とあります。二八十六ですね。まだ赤い顔をしたあの高顔の美少年、16歳ほどの少年であったと言われております。現在でいうところの中学校3年生から高校1年生ぐらいの子らでしょうか。でこの物語では敦盛のことをよく花に例えてましてね、例えば敦盛と直接呼ばずに、琵琶は大津ですので今言ったように稚子桜と呼んでみたり、あるいは敦盛のことをつぼみの花と呼んでみたり、いずれもまだ花が咲き起こっていない少年の意味を表すわけでございます。戦の鬼と言われる熊谷直実もこの時ばかりは武将の顔から親の顔に変わり、首を切るのをためらっております。すると無情にも戦の終わりを告げる太鼓が鳴ります。陣太鼓という太鼓がこれドーンドーンと鳴り響いて、この合図で続々と味方の源氏勢が戻ってくる。二人の様子をじーっと見守っている。そこで熊谷直実は、ここで逃がしても他の者に捕まるであろう、他人の手にかかるよりは自分が撃って和尚を弔おうと、泣く泣く敦盛の首を切ったのでありました。その敦盛の首をですね、大事に大事に包もうとして、この若い金立ちの鎧をちょっと丁寧に解いていったところ、なんとこの若武者の腰には錦の袋に包まれた笛が刺してある。青葉の笛というものが刺してあったんです。実は熊谷直実は決戦前の明け方、どこからか休まる笛の音を聞いて故郷を思い出して胸がいっぱいになっておった。決戦前に聞いたこの笛の音の主が敦盛公であったということを後ほど知り、熊谷直実は世の無常を感じるのでありました。そして熊谷直実この後どうなったか。京都におられました当時おられた法然上人の弟子となって、そうして現在もその教えは脈々とつながっているという、そういう話でございますが、本日はこの場面をですね、琵琶にて再現をさせていただきたいなというように思いますので、どうぞお楽にお聞きください。ちょっと長編をいたします。ありますけれども、その当時源氏と平家は見分けがつかないと共倒れになりますので、源氏軍はね、白色の旗を背中に掲げてます。源氏は白、平家軍は何色か、赤色の旗を掲げてました。ですから今でも赤と白に分かれて運動会をしたりね、年末は紅白歌合戦ありましたけれども、この名残が800年前の名残がこのように続いているということでございます。それでは今日はね、平家物語の中でも本当に悲しい場面でございますので、どうぞ皆さん今のうちにハンカチの準備していただいて。あ、すいません、忘れてきたハンカチ。証拠だ。いや、これね、もう分かったよ、全部ね、すごい。800年前の物語を再現させていただきます。大好きですね。はかない
霧源平一の谷の合戦源氏の武者熊谷次郎直実は我こそ先駆け手柄立てようと密かに隊を離れ須磨の浜辺に到着する。息を整え耳を澄ますと敵陣より幽玄な笛の音が流れてきた。知らぬが先人に笛を持ってくるほどのものはあるまい。敵ながらもさすがは平家の金太刀、なんと奥ゆかしく風流なことであろう。遥かに城の彼方より他が吹く笛か触れたけの不思議と大変に飛行ゆなりれ源平互いに命かけここを先度と戦いしが遥かに退き行ける。つもりはお縁起脅しの鎧着て連前足毛の馬に乗りお供に仕えるものもなく味方に遅れただ一騎沖なる船へと志を落ちゆきたもごとこの間直さねはるかにこれを見て奥義をあげて差し招き、そこに言われるは大将とこそ見受けいたす。敵に後ろを見せるとは卑怯なり、馬を返させたまえ返させたまえ
気が、あーよこい聞きながら、たとえ落ち延びたらまとて、部門の恥とあつ森は突如と馬を引き返し、なおざね目がけて切りかかる。返せしがご有無双の名をざねは、難なくあつ森を押さえつけ、踏みをかろうと伺えば、牛は二八の稚語桜、赤みを帯びたかんばせに、鬼と言われる直ざねも、せがれ小次郎直家と思い比べて気もゆる。せがれ小次郎とちょっと同じ年頃、小次郎が昨夜の合戦にて浅出を追手戻りしんが、命に触らぬ浅出でも親は心を痛めるもの、まして命を失ったと聞いたらさぞや親子も嘆くじゃろう。ささ人目につかぬそのうちに、はやばやこの場を落ち延びそらえ。おにしもありやとうとうと、引き上げの陣太鼓、ああもうこれまでじゃ助け参らせたくは存ずれども、味方の軍勢が戻ってきた。もはや逃れる道はなし、お覚悟あり。頂戴つかまつに、無性弔い申さんと、思い切ったる人斬りで。
してな。つぼみの花を散らし池に、つぼみの花を散らし池に、物語を語る、ね、楽器自体はこの太鼓の音が鳴ったり戦の刀の音が聞こえてくるというような、そんなところを表現するということを今演奏させていただきました。私はですね、この物語を語っておりますといつも思うんです。なぜこの二人は出会ってしまったのかな。南蛮儀といういる武士の中でこの二人はどのような縁だったのかな、どんな縁だったのかな、いつもこのようなことを思い出すわけでございます。縁ですね、こう書きますね。糸辺にブネブネとした文字は、これ単読で単とお読みをいたしますね。縁の糸が絡まるというように、やっぱり糸辺で、こっちの単というのは仏教で巡らすという意味がございますので、糸を巡らすと書いて縁である。私たちは通常目に見えないと巡らして巡らして生きておるわけでございまして、今回の我々の出会いというのも、普段でしたら全くこれは縁がないところを、何かの大きな力で導かれてこの空間ができてるんだなと思いながら、今日車乗って参らせていただきました。で、今回の物語というのは熊谷直実が出家後のこの敦盛さんとの縁によって出家をする場面でございましたがね、この話の続きを申しますと、出家後の熊谷直実さんはお坊さんの名前を直実から蓮生、蓮に生まれると書いて蓮生という名前に変えられたんでございます。皆さん、ハスってご存知ですか。綺麗な花を咲かせますけれども、上ばっかり見てたらダメなんです。あれは泥水を吸って綺麗な花を咲かせます。そういう意味で、ハスのように生まれ変わりたいというような直実さんの思いがあったんでしょうね。このハスは泥水を吸って綺麗な花を咲かす、そういう辛い経験を重ねられた方ですので、出家後の蓮生様はですね、自らの修行はもちろんですけれども、師匠の法然上人や一般の方々に本当に尽くされた方だったんでございます。残りの人生は20年余りだったと言われますけれども、その間多くのお寺を築かれます。44歳でこの敦盛さんの首を切って、67歳で往生されますけれども、15のお寺を築かれておりますし、また自らが亡くなる時節も予告されています。また元気な時に、正元元年9月の4日、亡くなるからみんなの前で念仏唱えて亡くなるから見に来いって、本当に念仏唱えてお亡くなりになったって予告往生というんですが、まあ、こういうことも成し遂げられて、こういうことから師匠の法然上人より先にお亡くなりになったんですけども、師匠の法然上人より熊谷よと、そなたはもう鬼ではなくなったと、坂東の阿弥陀仏であるな、坂東の阿弥陀仏と呼ばれた人生だったわけでございます。つまり人を何人も殺して地獄に落ちると思われていた人が阿弥陀仏というふうに師匠から歌われたわけでございます。結局平家物語しか知らない方は、あ、哀れなもんやな、そういうことだけで終わってしまいますが、結局この敦盛さんの出会いが、つまりこの不幸なご縁だと言われていたものが、最終的にはその縁が仏様との出会いにつながって、自他ともに救われるという結果となったわけでございます。ですから世の中はね、よく我々ぐらいの若い世代ですと、偶然と、もうバレなければ何してもいいと、世の中は偶然の連続という方はありますけれども、やはりこういう歴史を紐解いて宗教を紐解きますと、真理というのは
目に見えない縁にしという力がね、源泉として働いてるんだなということがわかるわけでございます。それは一つの今の思い、言葉、行動というものがこの糸の中に入ってしっかりとぎっしりと詰まって、また次につながって、また次につながって、今の私たちが生かされているということでございます。私はね、この縁日という話をしておりますと思い出す体験談があるんです。それはね、東日本大震災の直後の話でございます。あの痛ましい地震というのはもうちょうど2年経ちますね。平成23年3月11日に起こりました。体験したというのはね、厳密に言うとその10日後の話でございます。3月21日のお彼岸の日でございました。冒頭にも言いましたが、その時には私はですね、京都の勤め先の佐賀の釈迦堂の方で観光客の応対をしておりました。しかしその頃はね、全部京都の観光はキャンセル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 で、誰も京都歩いておられない時でございましたが、誰もね、ならないなと本堂から門の方をじっと眺めておりましたらね、とぼ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 若い5人の男の子がね、門から本堂の方に向いて歩いてきてくれるんです。中学校3年生の子たちやったんです。ああ、よう来てくれたなと。楽しみにしていた卒業旅行ということを聞きましたので、私も良い思い出を作ってもらおうと一生懸命心を込めて案内をいたしました。案内も終盤に差し掛かったところね、その5人の男の子のうちの1人がね、もじ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 しだすんですよ。なんか私に言いたそうなんです。どうしたんや尋ねましたら、なんとその子たち5人はですね、東北の子やったんです。被災にあった子たちでございまして、まあ、被災にあったと言うても一度は家は無事だったんですけれども、そのもじもじしていたこのお姉ちゃん、19歳のお姉ちゃんは職場でこの地震の建物の下敷きになってお亡くなりになったということでした。よう、そんな時に来てくれたなとお参りを言いましたらですね、そのこういうんですね、その子供を亡くしたお母さんが、お母ちゃんがこういうんやと、1年前に楽しみにしていた卒業旅行やから、ここは電車動くから行ってきなさい、機場に送ってくれて、そしてただ一つ条件がある、条件というかお願いがあると。それは私は行ったことないけれども、京都というところはたくさんのお寺があるから、誰でもええから必ずお寺に行ってお姉ちゃんのお参りをお坊さんにしてもってくれと、そういうように拝んで送られたそうであります。つまり先の津波でその家は、家は無事でしたけれども、菩提寺、願い寺のお寺が流されて、墓が流されて、お坊さんが亡くなって、誰もお姉ちゃんを弔ってくれるものがなかったということでした。そこで一同は京都のあちこちの有名なお寺を巡ったそうですけれども、まあ、有名なお寺になればなるほどお坊さんが奥に引っ込んでまして、なかなかお出会いすることなかったと。そこで大阪の遊園地も行かずにキャンセルして、 USJ もキャンセルして、お坊さん探しを全部の時間使ったそうでございます。でやっともう今日帰らなあかんという日に見つけたのが私だったそうでございまして、その子たちは溢れていた涙がどっと溢れ出して止まらなくなってきました。そこででも私は、あ、もうこれ以上言わんでいいからと、お姉ちゃんの名前、千里さんと、19歳千里さんという名前を聞いて、お祈りの仕方を教えて、南無阿弥陀を南無阿弥陀と唱えて、それは一緒にですね、その子だけじゃなしに、あの中学校3年生の子たちがね、涙ながらに畳に涙をポロ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 こぼしながら念仏を唱えていたのが印象的でございます。そして今でも忘れもしないのが、ご回向の終了後、お姉ちゃんを亡くした弟がね、まあ、でも忘れませんわ、青いリュックサックを下ろして、なんか何なすんかな、骨箱出さはるんです。骨箱出して、これ何とかしてくれへんか、くれませんか。しかしね、お参りは簡単にできるんですけれども、お骨というのはね、証明書とか何やいろいろあって、なかなか預かることできません。まして私は職場の勤め人でございますから、そんなもんはいはいって預かることができない。
かといってそのまま家に帰らして東北の子たちの落胆をした顔を想像するともう僧侶として放っておけませんでしたので、そこで現在ねそのお骨を近江八幡地蔵の西願寺で供養をさせていただいておるわけでございます。そしたらあっという間に1年が過ぎまして、去年3月11日には何かしてあげないといけないと、私が世主になって東日本大震災の一周忌法要とお姉ちゃん千里さんの一周忌の法要を私が世主になって呼びかけて、いろんな方に呼びかけて西願寺でお勤めをさせていただきました。余談になりますけれども、私はこの法要に合わせて何したかというと、大きな仏像を彫刻家仏師の方に作っていただきました。白い大きな仏像パンフレットにも載せていただきましたがね、白いその仏像をこう言います。読みますか。骨仏というのを言います。骨仏と言いまして、高さは三尺ほどのですね、中身が空洞にいたしまして、中身にある部分からお骨を入れられるように、体内に入れられるようにしたんです。そうしたら、お墓を建てようと思ったんですが、私が亡くなった後にこの子は無縁さんになれば申し訳ない。でも仏さんにしたら誰かがお参りしてくれるだろう。骨仏のお魂入れを去年させていただいて、そうしてお勤めをさせていただきましたら、去年の3月11日には多くの120名ほどのですね参列者があって、噂を聞いた方が震災のひどかった宮城県の石巻の方からもわざわざ大事な日に来てくださって、一緒に念仏を唱えてくださったということがございました。つまり私が言いたいのは、これが縁というものではないかなと思うんですね。それは家も大変やのに子供を気丈に見送られましたお母さんの熱い思いがこの井戸の中に入っているわけでございます。そしてまたその友達と友達ですね、その友達と付き合った友達の絶対お坊さんを探そうという願いがこの井戸の中に含まれていることと存じますし、そしてまた骨仏を作らせていただいたというのは、私のその思いがここに入っていて、全てのこの縁というものがつながってこういうことが起きたんだな。私もその当日は琵琶説教を大阪で聞いてましたので、あと10分その子たちが遅れてましたらもう出会いすることはなかったと思うと、やはり世の中と人は偶然ではなくて、こういう願いの意図の連続で私たちは生かされているんだなというように思うわけでございます。余談になりますけれども、こういうことがね滋賀県のマスコミに多く取り上げられますと、私も入りたいというような方がたくさん西願寺にご相談が寄せられたんです。私も檀家さんを守るのが精一杯でございまして、ああもうそれだけでの思いで恥ずかしかったなと思って、世の中にはたくさんお困りの方がいらっしゃるんだなと思って、現在はその骨仏を解放させていただいているんです。例えばお葬式、こんな方いっぱいいらっしゃいますね。お葬式を挙げられずにお墓を建てる資金維持する方ができない方とか、あるいは家にお骨をずっと祀りっぱなしでどうしていいのかわからんという方、あるいはお寺の付き合い方がわからんという方とか、こんな方もあります。お墓もあるんやけれども子供がいない、なんとか見守りたい、子孫を見守りたいということでお骨の中から一かけらだけ取り出して仏としてね、仏として、自ら皆を見守りたいと言って入れられた方もあるように、宗派も問わず今はそうして維持費も学ばずに、まあ、無料ということではございませんが条件があればお入りをいただいているという、そういう布教活動も最近始めさせていただいたわけでございます。お墓ですとね、いずれ無縁になることですけれども、仏さんでしたら歴代の僧侶が必ず昼お参り、朝お参りしてくれて、昼間も参拝者のどなたかが線香をあげに来てくださると、まあ、生きた永代供養というものができるのかな。この体験からですね、本当に生きた縁というものを学ばせていただきました。そこで、まあ、本日のまとめでございますけれども、この物語はね、まさしく縁主の力によって救われることをこの物語は訴えかけてくれるわけでございます。出家後の熊谷直実さんは先ほども言いましたが、横のつながりを一生懸命大事にされて、横のつながり、横の縁というのは調和でございますが、横の縁をしっかり大事にされて円満に生きられたというふうに申しましたが、別の角度から申しましたら、
この物語は縦のつながり、縦の縁も大事なんだということを教えてくれます。我々縁にしというと普通横の仲良し小良しを言いますが、横のつながりは調和、縦の縁にしというものは敬い尊敬であります。縦の縁にしというのは具体的に挙げると、神仏といった神仏といった崇高な存在とか、あるいは古くから日本を支えてくださる英霊愛人の方々、あるいは我々のご先祖様、お父さんお母さん、あるいはまたこれから生まれてくるであろうといった子孫のためといったような、こういう縦の縁にしというもの、熊谷直実さんはこちらも大事にされて真なる幸せをつかまれたという方でございました。ですから今の日本というのはこの縦のつながりというものももう一度意識しないといけないというように思います。ですから私よく聞かれることがある、幸せって仏教で言ったら何ですか。それは断言して言えるのは、この縦の縁と横の縁のこの結び目をしっかりとつかむことです。縦と横の縁をしっかりこの結び目を結ぶことによって、つかむことによって、必ずでも言われぬ幸せというものが生まれると、この物語からこの縁の大切さというものを学ばせていただきました。それではあと3分時間を残させていただきましたので、最後ページをひっくり返していただいて、日踊り越えの坂落としの段を一節をちょっと語らせていただいて、そして私のお役目を今日終えさせていただくというわけでございます。素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい、ワンダフルだな、素晴らしい。この段は先ほどの熊谷法師の直前の段でございます。もうご存知だと思いますけれども、日踊り越えの坂落としの絵を見ていただいたらすぐ分かりますけれども、源氏と平家の運命が決まったとされるところでございまして、想像していただきたいんですがね、赤旗、赤い旗を掲げて神戸の須磨の一の谷にですね、平家一族は陣を構えてもう一回京都の都に戻ろうと一生懸命陣を立て直している。そこに難攻不落と言われた一の谷のですね、その岸壁の背後からですね、義経率いる源氏軍が、それ日踊り越えという岸壁なんですが、その日踊り越えの岸壁にですね、白旗を掲げて奇襲攻撃を掲げる場面でございます。
馬なりお大将義経鋭き指示を下すれば火踊り越の坂落とし雪崩をなして滝下る南無阿弥陀仏を唱えさせていただきますので合唱して東京で開けたいと思います。大峰が悪魔大悲願の阿弥陀如来実報三世の諸仏諸菩薩豆腐して観音を垂れたまえ常来主するところの美は説教の功徳をもって本日三景その家先祖代々追善菩提のために栄光し立て祭る伏して願わくば如来の道からと大慈悲と思って参詣者全員に御恵みを垂れたまえ南無阿弥南無南無阿弥南無南無阿弥南無南無阿弥南南無阿弥南無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 南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏長時間ご清聴ありがとうございました。